神よ、今日も日々の恵みに感謝いたします。あらはじめまして、旅のお方ですかうん。やはりそうなのですね。お祈りに来られる方とはまた違う雰囲気を出していらっしゃいましたから。その、えっと、いかがなさいましたか えはい一応私はこの教会の責任者まだ若輩者ではございますが聖女として神様の言葉を賜ったりお祈りに来られた方に祝福を授けたりなどをしておりますああのもしよろしければ今から一緒に神様にお祈りしませんか 本当ですかあでは、こちらで、膝をついて、両手を目の前で組んでください。はい、そうです。そして、そのまま目を閉じて。はい、お疲れ様です。いかがでしょうか頭がすっきりした感じがする、ですか それはよかったです。あの、もししばらくこの町にいらっしゃるのでしたら、その。しばらくここに通っていただけるのですか <laughs> はい。では、明日も待ってます。神よ。私は神に仕える身でありながら。 一人の男性のことを好きになってしまいました。はあ,あ、なんて罪深いのでしょう。私は一体、どうしたらよいのでしょう。えい、いつからいらっしゃったのですかそんな、一切気がつかなかっただなんて。ごめんなさい。あ、 今日は、この教会に何のご用でしょう折り入って話したいことがあるわ分かりましたでは2階に私の部屋がありますのでそこでお伺いしますねそれで折り入って話したいということは何でしょうかえ 長旅を共にしてきた戦士さんと結婚したいそれでこの教会を見つけて私に祝福を授かりたいと教会を探していたのってそういうことだったのですねそんな時に私の噂を聞いてこの教会に足をお運びになられたのですか その戦士さんってどのようなあ、ん。い,いえ、何でもありません。10日後ですね。了解しました。では、準備しておきます。神よ、私はこれから、一体どうすればよいのでしょう。あの人のことを考えれば考えるほど。 あの人の存在が大きくなっていきます。思えば思うほど、この胸が熱くなってしまいます。こんな私を、あなたは許してくださいますかあ、ど、どうしたのですかそんなに息を切らして、え戦士さんがお亡くなりに 偶然倒れた木の下敷きになったそれは、おつらかったでしょう。いいえ、あなたのせいではございません。だって、事故だったのでしょうそんなの、奇跡でもなければ、防ぎようはございませんよ。だからそう。 気にやまないでください。わかりました。お葬式のご用意をしておきますね。ああ、神よ。迷える彼女の魂をどうか救いたまえ。どうか、彼女の魂に。 満足が訪れますように。<laughs> おつらかったでしょう。その様子ですと、しばらくは旅などできないのではしばらく、この教会で休んでいかれるのはいかがでしょう。ちょうど2階に一部屋空きがございます。そこで養をなさっていくというのはいかがでしょうか。 いいえ、私の心配はいりません。いざとなれば、教会のパイプオルガンを売り払ってでも。これも、神のおぼししでしょう。何日でも、何ヶ月でも、何年でも、ずっとここにいてくださっても、かまいませんよ。<laughs> ええ。 大丈夫です。聖女である私が保証いたします。<laughs>